はい、朝食はオートミールとスイッチという低糖質パンを食べたいと思います。レンジで1分チンします。はい、夜ご飯はプロテインに置き換えたいと思います。体重をしっかり落としたいときは結構ねプロテインに置き換えることは多いんですけど、私が使っているのはマイプロテインのホワイトプロテインで、味はピーチティーフレーバーにハマっています。すごい夏らしい味で甘みもあって爽やかですごく飲みやすいので最近気に入っています。飲み方はだいたいいつもお水は 200ml 程度入れます。あんま入れるとちょっと飲みきれないことが多いので、私はいつも200で、プロテインを美味しく飲むためには氷を入れるとね結構美味しく飲めるので氷を入れます。まあ一すくい入れて、でプロテインは1食分の 25g 程度かな、このスプーン1杯分入れます。で1食分だと 103kcal で、タンパク質は 21g 摂取することができます。まあ、いくらダイエット中とは言ってもタンパク質をねしっかり取らないと筋肉が衰えて痩せにくい体に戻ってしまうので、カロリーは抑えつつタンパク質はしっかり取るようにしています。はい、こんな感じで入れたらシェイクします。はい、シェイクしたらもう完成です。秋が来ちゃうのでもう一気に飲むようにしてます。はい、しっかりと体重を落としたいときは夜はホエイプロテインに置き換えて、で間食したくなったらヨーグルトを摂るようにしています。でヨーグルトはね腸内環境を整えてくれたりするので、そういった意味で摂るようにしています。今回ね食事の動画だったんですけど、食事以外に気をつけてることとしては、まあ、なるべく歩くようにしています。まあ、デスクワークであんまりこう生活の中で動くことがないので、まあ、電車を使ったりタクシーを使ったりっていうのをなるべく控えて歩くようにしています。あとは1日1回必ず筋トレをする、まあ、多い時は2回とか自分のできる範囲で筋トレを行うようにしています。まあ、体が元気な時は走ったりするようにもしています。走る時はだいたい20分以上は必ず走るようにしていて、30分から1時間とか走ったりしています。で、あとその後にしっかり湯船に浸かって体を温めて汗を流して、体がむくまないように
しています。他にはストレッチしたりとかマッサージしたりとか食事以外にもそういったことを気をつけて生活しています。まあ、体重とか体脂肪とかに、まあ、大きな変化がなかったとしても翌日顔がすっきりしてたりとかむくみが取れてるなって感じることも結構多いので、まあ、数字にとらわれずねこういったことを日々積み重ねていくことが大事なのかなと思って続けています。はい、もちろん毎日夜ご飯ねプロテインだけに置き換えてしまってはちょっと体には良くないと思うので短期間で減量したいっていう時とか、まあ、ちょっと前日に食べ過ぎてしまったとかお昼食べ過ぎてしまったっていう時にこういう形をとっています。1日の食事やルーティーンはね結構頻繁に動画にアップしているのでそういった動画も見て参考にしていただけたらいいなと思います。ということで本日は1日の食事の紹介でした。ぜひまた見ていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターのフォローもお待ちしております。